延期された結婚式当日、式場に行くと婚約者が親友と挙式中だった。新郎厚志さん、あなたは新婦エリカさんを妻とし、辞める時も健やかなる時も生涯エリカさんを愛することを誓いますか？はい、誓います。新婦エリカさん、あなたは新郎厚志さんを夫とし、辞める時も健やかなる時も生涯厚志さんを支え愛することを誓いますか？はい、誓います。厚志はエリカのベールを優しく持ち上げると、同じぐらい優しく誓いのキスをした。チャペル中におめでとうの声が響き、神の前で誓いを済ませたばかりの二人が幸せそうに手を振って答えている。私は信じられない気持ちでその様子を陰から見ていた。本日はお忙しい中、厚志さんとエリカさんの披露宴にお越しいただきありがとうございます。私は厚志の婚約者、いえ内縁の妻の里美です。え？私は満面の笑顔で披露宴会場の招待客にお礼と自己紹介の言葉を口にした。私の名前は如月里美、32歳、フリーのテキスタイルデザイナーをしている。テキスタイルとは布などの模様をデザインをする仕事で、私の今の主な仕事は壁紙などのインテリア系だ。もともとインカやマヤ、エジプトなどの古代文明が好きだったもので、和の中にエスニックを取り入れた私の独特なデザインは好評で、かなり多忙な生活を送っている。もともとは大手の会社に勤めていたのだが、3年前に独立し、元の会社にいたのでは手掛けられなかった個性的な思い切ったデザインをできるようになり、ますます受注が増えている感じだ。順調だったのは仕事だけではなく、プライベートでも恋人だった厚志と正式に婚約をし、結婚することも決まっている。順風満帆、まさにその言葉がふさわしい人生。だが、そう思っていたのは私だけだった。私が厚志と知り合ったのは仕事の関係だ。厚志は大手住宅建材、設備機器の総合メーカーの営業で、まだ元の会社に勤務していた頃に、共同開発の企画で一緒になったのが出会いだった。最初は本当にただの仕事相手だったのだが、顔を合わせるたびに距離が縮まるのを感じた。いつしか、もしかしてこの人は運命の相手なのではないか、そう思うようになり、やがて交際に至る。仕事仲間、友人としての時期が長かったが、交際は順調で、すぐに結婚の話が出た。だが、私はちょうど独立を考えていた頃で、厚志に少し待ってほしいと頼み、私の希望を知っていた厚志も待ってくれると言った。フリーのデザイナーで自分の実力を試したい。それが里美の夢だもんな。いいよ、待つよ。でも俺がおじいさんになるまでには結婚してくれよな。笑いながらそう言ってくれたので、私は思わず涙を浮かべて感謝した。両家の親にも挨拶を済ませ、私の事情も説明して、落ち着くまで挙式と入籍を待ってもらうことに了承ももらい、私たちは正式に婚約者の関係になった。そんな理由で結婚は少し待つことになったのだが、ちょうど厚志の借りている部屋が契約満了で、結婚を前提に二人で住める部屋へと引っ越すことにした。入籍はまだだけど、少しでも早く里美と一緒に過ごす時間が欲しいんだよ。そう言われると断りきれず、私は住んでいた部屋を出て厚志と一緒に暮らすようになったのが4年前だ。それから1年後、私は無事に独立を果たした。
仕事が軌道に乗り始め落ち着いてきたので、さらに1年ほどしてでは結婚をと思ったのだが、今度は厚氏が渋るようになっていた。あの時はすぐに結婚と思ったけど、こうして一緒に住み始めたらあとは席だけの問題だろ。特に急がなくてもいい気がしてきた。まさか断られるとは思わなくて驚いたが、前に私が待たせただけにどうしてもっとは言いにくい。事情も話してはくれないけど、アツシにだってタイミングというものがあるのだろう。うん、わかった。じゃあ今度は私が待つよ。その気になったら言ってね。私がおばあちゃんになる前までに。わかったよ。お返しのようにそう言って、アツシも笑ってくれたものの、なんとなく寂しい気持ちではあった。アツシと私は友人たちの間では夫婦同然とみなされていて、互いの友人とも交流があった。みんなが私たちのマンションに遊びに来て、ごく普通の夫婦に接するようにして帰っていく。本当に籍が入ってなくて、そして結婚式をしていないだけ。それだけのことだとは思うのだが、どうにも腑に落ちない。私が待ってくれと言った時、あれほどがっかりしていた敦氏がどういう理由でまだいいじゃないかというのだろう。私が独立するまで待ってと言ったのには理由がある。実際にどうすると話はしていなかったが、おそらく結婚したら私が敦氏のせいになったはずだ。そうなったらいろいろと手続きが面倒だから、独立して落ち着いてからと思っていたわけだ。アツシもそのことはよく知っていて、それで納得してくれていた。もしももっと早くに結婚していたら問題はなかっただろうが、ちょうど独立していろいろ登録したりお知らせしたり、そんな時に旧姓と新姓が混ざると面倒。それだけの理由だった。仕事自体は旧姓で続ける予定だったが、正式な書類や届け出には戸籍上の姓が必要になるだろう。すでにいくつか手をつけてしまっていたので、とりあえず旧姓で統一し、仕事が落ち着いたら必要なものだけ変えていけばいい、そう思っていた。一体敦氏の事情とはどういうものなのか、聞きたくてもなんとなく聞けない。そんなモヤモヤした気持ちのまま日常は過ぎていった。ふーん、そんなことになってるんだ。私は誰にでもそんな話をするわけではないが、つい親友のエリカには少し愚痴ってしまった。うん、もともとは私が待ってって言ったんだから、なかなか嫌とは言えなくて。なるほどね。今日は外飲み。エリカはいつもうちに集まってワイワイやる仲間の一人だ。私の元の会社の同期で、私と同じテキスタイルデザイナーをやっている。エリカは今も元の会社に勤めているが、独立する気はない。ずっと会社員でいたいと言っている。だってさ、自分で責任持ってってのめんどくさくない？私は割り切って必要な仕事だけして、それでお給料もらえればそれでいいの。プロとして仕事だけしていたい、そういう考え方もあるのだろう。確かに仕事を取ったり経営したり、その上でデザインもしたりは大変だ。私は自由に好きな仕事をしたくて独立したが、エリカが今の状況に満足していい仕事をできるなら、それはそれでいいことだと思う。でもさ、里美としては結婚したいわけよね。やっぱりそうかな。好きな人と一緒にいるだけでいいなら今の状態でもよくない？確かにそうだ。今の状態に何か不満があるかと言われたら、ないとしか答えられない。アツシはいい夫で
私の仕事のことも認めてくれているし、家事もやってくれる。休みには一緒に出かけたり、家でも一緒にゆっくり飲んだり、絵に描いたようないい関係を続けていると思う。ただ、少し気になることはあるのだ。一体何が気になるのよ。私は少し考えた。エリカは二人の共通の友人で、アツシのこともよく知っている。だからこそ、話したくないこともあるのだ。友人が面識のない連れ合いのことを、旦那の話として愚痴を言うことがある。そういうのは少し距離を置いて聞くこともできるが、知っている人間に愚痴を言うのはちょっとはばかられた。私が気になるのは、アツシが最近私に興味がないように思えることがあることだ。前はお互いに仕事のことを相談したり、愚痴を聞いてもらったり、いろいろなことを話していた。それが最近は何を話しても上の空。自分のこともあまり話さない感じだ。気のせいかもしれないが、なんとなく距離を感じる時が増えた気もする。だが、決して嫌われている様子もない。なんとも妙な距離感になってしまった。もしも具体的にここを直してほしい。そういうことならエリカに愚痴もこぼせるのだが、なんとなくしっくりこない。そういうことの方がかえって話しにくかった。なーに？なによ？もしかして倦怠期？エリカの言葉にドキリとする。倦怠期？そうなのだろうか。それならば聞いたことがある。何年も一緒にいるだけにお互いに飽きが来ている。私はアツシにそんな気持ちはないつもりだが、もしかしたらアツシはそうなのか。浮気とかしてたりしてね。エリカが笑いながらそう言った。いや、それはないと思う。私はあえて明るくそう答えたが、もしかしてそんな可能性もあるのだろうか。アツシが私に対する熱量が減ったのは、まさか他の女性に目が行っているから。少しは思わないことではなかったが、エリカに言われて急に不安になってきた。いいこと考えたんだけど、聞きたい？エリカがいたずらっぽい表情で私にある作戦を提案してきた。それは結婚式をやったらどうかということだった。入籍の話だけしてるんじゃない？きちんと全部やろうって言ったら案外乗ってきたりして。それはどうなんだろう。入籍さえ渋っているアツシが挙式をしたがるだろうか。それは両家のご両親を巻き込んで、そろそろどうかとかつついてもらったら。確かに両家の両親には落ち着いたらきちんとすると報告はしてある。なるほど、エリカが言ってくれた方法もいいかもしれない。ありがとう。ちょっと両親とも相談してみる。私は早速両親に連絡をし、アツシにその報告をした。アツシはあまり乗り気ではなかったようだが、その後義両親とも連絡を取った結果、結婚式に向けて準備を進めることになった。どうせやるなら満足できる式をやろう。あれほど渋っていたアツシがそう言って、あっちこっちの式場のパンフレットを取り寄せたり、いろんなプランを検討したりして、なんだかとても幸せだった。こっちのガーデンパーティーってのはどうかしら。でも天気が悪い日もあるし、やっぱり室内がいいだろう。こっちのホテルのここはどうかな。そう言ってアツシが見せてくれるのは、どれも私の想像とはちょっと違う会場ばかり。いつもは割とシックなデザインを好むアツシなのに、なんとなく女性が好むような式場やプランを示してくる。
なんだか私っぽくないわね。どこも女の子が好きそうな会場に見えるわ。私がからかうようにそう言うと、アツシは少し焦ったように後悔してきた。それはサトミに合うんじゃないかなと思って、それでついそういうのを選んでしまうんだよ。本当かどうかわからないが、そう言ってくれることが嬉しかった。結婚式の主役はやはり花嫁だ。だからアツシが一生懸命になってくれることが私はとても嬉しかった。そして式は半年ほど先の大安吉日と決まり、招待客にも招待状の発送も済んだ。あとは当日を待つばかり。ところが結婚式までもう半月ほどとなった日、アツシが突然延期してくれと言ってきた。ごめん、せっかくここまで準備してくれたけど、どうしても無理になった。私は戸惑った。だってもう両親にも親戚にも友人にも招待状を送り、出席の返事が返ってきている。席順だって決めているのに。仕事の都合がどうしてもつかなくなった。でも式は半年も前から決まってたわよね。なんとかならないの？なんとかできるならなんとかしてるよ。本当にごめん。また改めて式の日は設けるから、今回は延期で頼む。アツシは両手を合わせ必死で頼んでくる。主役の一人がどうしてもダメだというのだから、それを無理やりにとは言えない。わかったわ、仕方ない。ありがとう。そっちの親族の連絡は任せるよ。式場やこっちの親族は俺がやっとく。本当にごめん。こうして私たちの結婚式は延期することになった。なんだかものすごく体中の力が抜けてしまった。こんなことなら最初に結婚の話が出た時に独立のことは考えず、さっさと結婚しておけばよかった。私はそんな風に自分が悪いのだと思うしかない。そうして式を延期して、いよいよ明日は本当だったら式を挙げる日がやってきた。アツシは今日から海外出張で留守にする。相手は海外の会社だからね。どうしてもその日と言われたら断れなかったんだよ。アツシは申し訳なさそうにそう言って出張へと出かけていった。本当なら今頃忙しく花嫁の支度をしている頃なのに、なんだか虚しい。虚しい。ついでに結婚式場見てこようかな。きっとキャンセル待ちのカップルが式を挙げるはずだ。虚しいついでにそのカップルの幸せでも祈ってくるとするか。思えば自虐的な行動だと思うが、そのおかげで私はとんでもない事実を知ることになる。式場に着くとすでにチャペルには人が集まっていた。オープンチャペルなので通りがかりの人も式を見ることができる。海外では知らない人も挙式中のカップルを見て祝福するらしい。そんな話を聞いたことがあったので、それもいいなと思ってたのに、まさか自分が祝福する方になるとはね。私は皮肉っぽくそう思いながら、参列者の後ろからそっと挙式を見ていた。あれ？なんだろう。参列者に見たことがある顔があるような気がする。気のせいかな。私はなんとなく顔を隠すようにしてそっと柱伝いに前の方へ進み、そして聞こえてくる声を聞いてその場で凍りついてしまった。新郎アツシさん、あなたは新婦エリカさんを妻とし、辞める時も健やかなる時も生涯エリカさんを愛することを誓いますか？はい、誓います。新婦エリカさん、あなたは新郎アツシさんを夫とし、
辞める時も健やかなる時も生涯アツシさんを支え愛することを誓いますか？はい、誓います。嘘でしょ。そこにいたのは私の婚約者のアツシと、なんと親友のエリカだった。私はそっと周囲をうかがう。やはりアツシの友人と親戚らしき人、それに義両親の姿もあった。見たことがあるはずだ。アツシはエリカのベールを優しく持ち上げると、同じくらい優しく誓いのキスをした。チャペルの中におめでとうの声が響き、神の前で誓いを済ませたばかりの二人が幸せそうに手を振って応えている。私は信じられない気持ちでその様子を陰から見ていた。これは一体どういうことなのか。アツシとエリカは手を取り合ってライスシャワーを受け、チャペルの前で参列者と記念写真を撮り始めた。私は思わず足早にその場を離れた。まるで本当の通りすがりの人のように。少し離れたところからまたこっそりと見てみると、一通り写真を撮り終わったのか、新郎新婦と参列者たちは披露宴会場へと向かうようだ。私は急いで二人の姿を何枚か撮影する。証拠写真。こんな晴れやかな場所でそんな写真を撮らないといけないなんて。私は早金のように打つ心臓の音を聞きながら、混乱している頭の中を整理していく。目の前で起こっていることが事実なら、新婦が私からエリカに変わっただけで、予定通り挙式が行われているということだ。私は考え、ある人物に電話をかけた。それは元の会社の上司である米田課長だ。会社にいる頃からよくしてもらっていたし、今も仕事でつながりがある。もちろん結婚式にも招待していて、延期になったことを謝った人の一人だ。今もまだエリカの上司でもある。電話をかけると課長はすぐに出てくれた。あ、米田課長、今どちらにいらっしゃいますか？いや、家にいるが。そうか、今日は結婚式の予定の日だったな。延期になって残念だ。いえ、そのことなんですが。私は事情を説明した。意味がよくわからないんだが。私もです。それで確認したいんですが、エリカからはそんな報告はないということなんですね？ああ、全く何も聞いてない。もちろん招待状も来てない。そうでしょうね。おそらくエリカは私と共通の知人を招待していないのだろう。課長、申し訳ないんですが、今から来ていただけないでしょうか？わかった。俺も気になるから確認に行く。ありがとうございます。私は電話を切ると、やはり元の会社の知人数人にも確認の電話をした。どの人も元の同僚でエリカのことも知っている人ばかりだ。全員が話を聞いて驚き、そのうちの何人かは来てくれると言ってくれ、来られない人もエリカには黙っていると約束してくれた。元のプラン通りなら披露宴は2時間のはずだ。電話をかけて来てくれると言ってくれた人たち、みんな1時間ぐらいで到着するということだった。私は一度式場から出て、式場内の貸衣装屋へ入り、結婚式に参列するのにふさわしい衣装を一式借りることにした。親族などが式に参列するのに衣装を借りる店だ。大きな結婚式場なので、そんな施設も充実している。親友の結婚式に出席するのに新幹線で荷物を紛失してしまったんです。探してもらってるんですが、見つからなくて困っています。何かいい衣装ありませんか？貸衣装屋は気の毒そうにして衣装を見繕ってくれる。ローズピンクの華やかなロングのチュールドレス、合わせて
靴やバッグも用意してくれた。髪は自分で適当にまとめているが、そこにリボンの髪飾りもつける。これでどこから見ても、普通に結婚式の参列者にしか見えないだろう。準備ができた頃、課長と4人の元同僚が来てくれた。課長たちは披露宴会場の新婦小沢恵梨香という名前に戸惑っている。如月くん、疑うわけじゃないんだが、本当にこれはうちの小沢くんなのか？同姓同名の他人ということは。私はさっき撮った写真を課長と元同僚に見せた。そこにはウェディングドレスを着て幸せそうに微笑むエリカの姿が写っていた。同一人物だと認めざるを得ないだろう。私は課長たちと打ち合わせをする。式次第はよくわかっているのだ。どこでどう動くかはもう決めた。もうすぐ友人代表の挨拶があります。その時に合わせて一緒に会場に入ってください。わかった。少し待つと、司会者が友人代表のスピーチの案内をした。私は会場のど真ん中をまっすぐ堂々と歩き、マイクの前まで進み出る。エリカの友人が立ち上がっていたが、自分ではなかったのかと、自席に座り直した。私は満面に笑みを浮かべると、司会者に挨拶をしてマイクの前に立った。同時に、課長たちが淳の会社の人たちに挨拶に向かってくれた。仕事関係者だ。不自然なことはない。淳さん、エリカさん、本日はおめでとうございます。淳もエリカも少し不審そうに顔を見合わせたが、どちらも相手の友人だろうと思ったようだ。まさか私がここに来ているなんて想像もできないのだろう。軽くうなずき合って、またこちらを見た。人間の想像力というのは不思議なものだ。想像を超える出来事があると、おかしいと思う気持ちを封印してしまうのかもしれない。本日はお忙しい中、淳さんとエリカさんの披露宴にお越しいただき、ありがとうございます。私は淳の婚約者。いえ、内縁の妻の里美です。え？私は満面の笑顔で披露宴会場の招待客にお礼と自己紹介の言葉を口にした。何を？ちょっと！新郎と新婦が慌てて立ち上がる。やっと何が起こっているのかを理解したようだ。会場中にざわめきが広がる。もともと今日は私が新郎の淳さんと式を挙げるはずだったのですが、どういうことか新婦がエリカさんにすり替わっているようです。私にもどういうことか正直全くわかりません。お二人にご説明願おうと思います。私は二人に視線を向けると、やはり笑顔のままで大きく拍手をした。さあどうぞお願いします。アツシはなんだかわからない言葉を叫び、エリカはキーッと絹を裂くような悲鳴を上げ、二人揃って会場から逃げ出そうとした。それを課長たちが捕まえる。小沢君、これは一体どういうことなんだ？説明してくれないかな？課長たちがアツシの上司に事態を説明してくれていたので、アツシは上司や同僚に捕まった。アツシの両親や親戚たちはおろおろするばかり。もちろん参列者たちも目の前で何が起こったのかわからないまま呆然としている。会場は大騒ぎ。式場側のスタッフもお静かにというばかりで、何をどうしていいのかわからない。スタッフの誰かが呼んだのだろう。私も打ち合わせの時に顔を見たことがある支配人が現れて、とりあえず会のお開きを宣言してくれた。アツシとエリカは結婚衣装のまま会議室へと連れて行かれた。早くこの場を収めないと次の挙式が控えている。会議室には家中の二人と私、
課長と同僚たち、それから敦の両親と親戚、それからエリカの両親と親戚が集められ、二人から話を聞くことにした。里見が悪いのよ！エリカがいきなりそう言って怒鳴ってくる。エリカが言うにはずっと敦が好きだったのだそうだ。いつかは付き合いたい。そう思っているうちに私と交際し、婚約までしてしまった。先に好きになったのは私なのに、あんたが後から来て敦さんに手を出したのよ。悪いのはあんた。私たちが婚約はしたものの、結婚は少し先にすると聞いてチャンスだと思ったらしい。エリカは私の親友だということで敦を油断させ、次第に距離を詰めていった。そして私がいるのを承知の上でこう言ったのだ。私は結婚なんて望んでないの。だからあなたは里美と結婚して、それで私とは恋人でいてくれたらそれでいいの。大丈夫、うまくやれる。アツシは最初のうちはそんなことはできない、そう言って断っていたが、次第にエリカの言う状態も悪くない、そう思って深い仲になってしまったとか。結婚なんてめんどくさいことはごめんなの。だけど敦さんは欲しかった。だからあんたには妻の座を許してあげて、私は本物の恋人になったのよ。二人は深い仲になってもう2年以上だという。ちょうど敦が結婚を渋るようになった頃だ。里見と結婚はしたかったけど、エリカとも別れたくなかった。もしも結婚したらエリカに捨てられるかも、そう思うとなかなか思い切れなかったんだ。アツシはまるで自分こそ被害者のような顔をしてしょんぼりとうなだれている。婚約者と愛人の間で揺れる僕、そんな悲劇の主人公にでもなったつもりなのだろう。エリカはふてくされて横を向いている。こちらも自分は悪くないと言いたそうだ。それがどうしてこんなことになってるのかしら、その説明をしてもらえる？そもそも結婚式をしたらどうかと言ったのはエリカ、あなたよね。最初から結婚式を乗っ取るつもりだったの？そうよ。エリカはすんなり認めた。私結婚はしたくないけど結婚式はしたかったの。だからあんたに計画させて、それを奪ったら楽しいなと思った。エリカはアツシに自分の希望を伝え、それをアツシは自分のアイデアのように私に伝えていた。道理でフェミニンな女性好みの式場やプランばかりできたはずだ。そうしてエリカ好みの結婚式が出来上がったら、あとは私と別れたことにしてエリカと式を挙げるだけ。私とはなんだかんだ理由をつけて式をやらずに済ませるつもりだったのだろう。小沢君、なんてことを考えるんだ。課長が呆れてそう言うと、エリカは今度は課長をにらみつけた。だって本当に愛されてるのは私ですもの。それに結婚式って人生の花、最高の祭典でしょ。だから私こそその主役にふさわしいねえ、アツシさん。エリカがそう言ってアツシの腕にしがみつきしなだれかかった。アツシは青い顔でブルブルと震えている。あなたはどう思ったの？エリカを本当に愛してるから結婚したかった？いや、それは。いいから本心を聞かせてくれるかしら。今さら何を聞いてももう怒らないから。私の心は冷静だった。あまりにもぶっ飛んだ状況に、もう怒りや悲しみといった感情もぶっ飛んでしまったようだ。エリカが結婚式をしてくれたらこれまで通り内緒の恋人で構わない、そう言ったから。アツシの語尾は消えるようだった。へえ、
それでエリカと一緒になって最初から結婚式を取り上げるつもりだったのね。アツシは黙ってこくりとうなずいた。じゃあ入籍は式の後でって言ったのは、それもエリカの命令？アツシは今度は黙って横に首を振った。それは俺がそうしたかったから。どうして？入籍してからだと嘘をついてることになるだろう。既婚者が結婚してない相手と式を挙げるなんてできないよ。だから式を挙げるときには独身でいたかったんだ。式が終わったらちゃんと入籍するつもりだった。呆れた。まるで自分が誠実であるために入籍を我慢したように聞こえる。それで正義を貫いたつもりなのだろうか。つまり自分が独身のうちならエリカと式を挙げても構わない、そう思ったってことね。そんなこと通るはずがないじゃない。アツシ！アツシの母がたまりかねたようにそう言って、思い切りアツシの頬を打った。そして義父にすがって泣き出す。義両親はとてもいい人たちだ。息子がこんなことをしでかして情けなくてたまらないに違いない。とても気の毒には思ったが、もうすぐ他人になる人たちだ。あまり感情移入はしないようにしよう。結果的に挙式は執り行い、披露宴も開いたのだから、エリカの目的は達成されたわけだ。最後まではできなかったし、みんなに知られてしまったけどね。話し合いの結果、もちろん婚約は破棄。私は二人に慰謝料を請求した。なんでよ！まだ結婚もしてなかったのに、なんで私が慰謝料を払わないといけないのよ！エリカはそう言って拒否していたが、そもそも私とアツシはすでに内縁関係として認められていた。内縁関係とは、婚姻届を出していないだけで夫婦と同じように認められる関係だ。私とアツシは互いの両親に紹介もしていて、両家が近々結婚する相手として認めており、正式に婚約者の間柄だった。その上で同居し、家計も共にしていた。もちろん住民票だって同じ住所になっている。さらにこれは結果的には嘘だったが、一緒に結婚式場を見に行っていたし、結婚式場の人たちなどの第三者にも近々結婚をする関係と認められていた。婚約者と呼んではいるが、立派に内縁関係だ。だからそんな相手がいる人とそんな関係になったら慰謝料が発生するの。さらにこれで婚約破棄になったんだから、その慰謝料もいただくわね。エリカはギャーギャーと騒ぎ立てていたが、弁護士に間に入ってもらって裁判にすると言ったら、請求した金額をきちんと支払ってきた。あの式に参列していたエリカの両親が払ってくれたらしい。アツシからも慰謝料と、それから結婚式などにかかった費用、これまでの同居生活でできた貯金などの財産分与を請求した。こちらも義両親が責任を持って支払わせてくれた。もちろん私があのマンションを出て新しいマンションに引っ越す費用も全部払ってもらった。どれだけお金を払ってもらっても心の傷は簡単に癒えるわけではない。だけど考えられるだけの金額は両者から払わせた。これでよしとするしかないだろう。私が荷物をまとめて出ていく日、アツシは恥ずかしげもなく引き止めてきた。なあ、もう一度やり直せないかな。あれは一時の気の迷いだったんだ。俺が愛してるのはサトミだけなんだ。必死の形相でそういうアツシを私は冷たい目で見た。新郎アツシさん、あなたは新婦エリカさんを妻とし、辞める時も健やかなる時も生涯エリカさんを愛することを誓いますか？私は神父がアツシに問いかけた誓いの言葉を口にする。
あなた誓いますって言ってたよね。愛してるのが私だけならどうして他の女性を愛するって誓ったの？アツシは一言も返せない。どっちも嘘ってことだよね。私を愛してるって言葉もエリカを愛してるって言葉も、そんな嘘つきの言葉信じられない。私は最後のボストンバッグを手にするとそのまま玄関に向かった。アツシは追ってこなかった。来られるはずがない。私は新しい住居に移り仕事に集中した。それだけが辛い出来事を忘れられる方法、そう思っていたからだ。エリカは会社を解雇された。やったことがあまりに非常識、そんな人間をそのまま雇っていられない。会社はそう判断したという話だ。エリカは自分は解雇されるようなことはしていない、不当解雇だと訴えようとしたが、相談に行った弁護士も渋い顔をしたらしい。裁判をするということは自分がやったことが公式の書類に残るということだ。それでもいいのかと諭されて渋々解雇を受け入れたとか。一応自主退職という形にしてほしいとも言ってみたようだが、会社は認めなかった。何しろ淳が勤めている取引先にまで知られている。今回のことで会社が受けた損失は大きく、信用を取り戻すためにも解雇は仕方がなかったのだろう。今は実家のある地元に戻り仕事を探しているらしいが、友人たちを式に招待していたこと、親戚たちにも知られていることから誰にも相手にしてもらえていないということだ。アツシも会社を辞めた。こちらは一応解雇にはならなかったが、ほぼ解雇扱いには違いない。狭い業界のことだ。あれだけのこと、どこからどう知られるかわからない。もう同じ業種に就くことはできないだろう。アツシは実家に戻りたかったらしいが、義両親が拒否。あのマンションは結構家賃や管理費が高い。私がいなくなった今、それを払っていくことはできず、安いアパートに引っ越して仕事を探しているらしい。二人のその後を聞き、私の仕事にも何らかの影響があるのではと心配をしたが、そちらは問題がなかった。私がコツコツと積み上げてきたキャリアと、これまでの仕事の結果を認めてもらえたこと、そして元の会社も、取引先であるアツシのいた会社も、私には非がないと判断してくれたからだ。あの日、たまたまあの式場に行ってみる気にならなかったら、今も騙され続けていたかもしれない。そう考えると、今も悔しくてたまらないが、その気持ちに押しつぶされてしまうのは、あの二人に負けることだ。結果として、悪事は明らかになり、それを企てた二人には、罰が下り、すべてを失ったのだから、今はそれでよしとするしかない。いつかは本当に私を大事にしてくれる人を見つけて、今度こそ本当に幸せになってやる。それこそが本当に勝つということだ。その気持ちを忘れない限り、きっと私は幸せになれる。そう信じて前を向き、一生懸命に歩いていくつもりだ。